はい、どうも皆さんこんにちは。私キノと申します。ウィッチズハートやっていきましょうか。ということで、前回また一章分終わったわけですけれども、ここでまた何かキャラクターの背景とかが見られるのかな。今のところ3つ揃いましたね。あと2つぐらいあるんでしょうね。さて、この辺は特に変わってないかな。変わってるのは多分次の部屋、ここら辺ですかね。写真が増えてる。どこまで見たっけ。あー、これは読んだ気がする。あ、これは初めて読むんじゃない。ウィラルド・アードラーの絵画。身長169センチ。あー、思ったより高くはない。年齢はてなはてなはてな歳。まあ死ねないからかなり長く生きてたんでしょうね。血液型 O型。誕生日わからない。実は武器は銃だけではなく一応ナイフも所持している。なるほど、それは実はですね。クレア・エルフォードの絵画、これは読んだっけ。8月10日、もうちょっとで誕生日だね。自給自足で普段は生活している。実は筋トレが趣味。可愛いものは大好きだが基本的に買うお金はない。この悪魔たちはどこまで読んだかな。コーヒーより紅茶。最近じゃんけんにハマっている。じゃんけん、あーでもこれか、あの下の炎のところかな。1個目は見たんですよね。なので2個目、ライムの記憶いきますか。一人目はシャルロットだったんだよね。はい、行きましょう。どんな物語かな。うわ、なんだろう、囚人。生まれた時から私たちの価値は決まっていた。身分制度の最下層、汚れた魔女だって。悪魔じゃなくて魔女だったの。 E016、 それが私の番号、私の名前。生まれた時から私たちはここから逃げられないように檻に閉じ込められた。私たちの檻は市街地の中心にあり、外からは動物園のように自由に見物することができる。怖っ。私たちにはプライベートなんて存在しないのだ。そもそも私たちは人間の扱いなんてされない。奴隷で、何これ、慰み者で疎ましい魔女。魔法なんて使えないけどね。みんなの鬱憤をぶつけるためだけに生まれた都合のいい身分、それが魔女だった。ストレス発散のためのサンドバッグにもなるし、時にはダッチワイフにもなる。なるほど、私たちは生まれた時から人生をもてあそばれることが決まってたんだ。人に優しくされたことなんてないし、もちろん愛されたことなんてない。だからさ、魔女の中には精神崩壊して廃人みたいになったやつもいるし、この環境に耐えられなくて自ら命を絶ったやつもいる。ひどい暴力を受けて二度と動かなくなったやつもいたっけ。稀に順応しているやつもいるけど、そいつらはただ頭がおかしくなっただけだと思う。でもさ、でもさ、私はそのどれでもないんだよね。楽しんでるってこと？私は違う。
私だけは、こいつらとは違う。だってさ、見て。外はこんなに綺麗なんだよ。きらびやかな服に、美味しそうな食事。外の世界では、外の人間たちは、私たちが普段食べてるような変色したパンくずなんて食べない。そもそもさ、私がこうなったのは少し運命が狂っただけ。だから、あそこへ行けば、私だってきっと。ああ、つらい。隣の檻から甲高い悲鳴が聞こえる。一体何をさせられているんだろう。いや、やだ。もうやだ、もう。わあ、何？銃声のような大きな音がして、声が止んだ。何？一体何なのよ。E016。時間だ、来い。何の時間？今から私は、別の檻へ連れて行かれる。今日は、何をさせられるんだろう。せめて、死なない程度のことだと、いいな。怖いなぁ、死と隣り合わせの毎日。おえぇ、最悪だ、最悪だ。なんだ、あの薬。頭がおかしくなりそうだ。痛い。体中が痛い。実験台だって。私を何だと思ってるんだ。もう、嫌だ。こんなの。怖い。痛いのは嫌だ。何もかももう嫌だ。どうして私がこんな目に。許さない。許せない。あ。え？あんた、何やってんの？え？あ！ああ。いや。まただ。また死んだ。もう嫌だ。ずっとこれだ。気が狂いそうだ。あーちゃー。E013はダメみたいだな。焼却処分しておこう。ああ。うわぁ、掃除もしないのかよ。死ねばきっと、楽になれる。でも、こんな終わりなんて絶対に嫌だ。私は、私だけは違う。どうするんだろう。あ？なんか落ちてる。何？この緑の。それがライムなのか。あー、さっき買ったライムが転がってっちゃった。カクテルにしようと思ってたのに。あれみな、小汚い魔女が拾ったみたいだよ。ほんと、卑しい奴らだ。
あれはもう汚れたから諦めた方がいい。何これ、苦っ。でも、胸が高鳴った。外にはきっと、私の知らない素晴らしい世界が広がっていて、すべてがキラキラして見える。だから、汚れ切った私だってきっと変われる。E016 は今日で25年目か。そろそろだな。ああ、もうそんな時期か。何の時期？ 25 年も耐えたの？おい、E016、こっちへ来い。はい、何ですか？外に、出るぞ。外？外？私、外へ行けるの？そういえば、今までだってそうだった。今の私と同じくらいの年齢になった魔女は、気づいたらこの檻からいなくなっていた。もしかして、これでもう解放されるのかな？絶対ないでしょ、そんなの。私は、この世の中にあるひどい目には全部合ってきたと思うから。全部に耐えてきたから。いい加減もうさ、幸せになってもいいと思うんだよね。幸せが待ってるといいんだけどな。うわ。何？これ。縛れ！は！うわ。なんなの？なんなのよ！やめ！今からお前に火をつける。は？歳を取った魔女は厄介だ。処分するしかない。はぁ？ E016。今日が処分日だったんだ。あいつにはいっぱい世話になったな。いい体してたし。ま、もう飽きたからいいけど。何言ってるの？こいつら。まあ、あいつも25年目だろ。もうババアだしな。もっと若い子がいいよな。それより、G237 とかよくね？あの何も知らない無垢な感じ、壊したくなるよな。ああ。ああ。うるせ、なんだよあいつ。殺してやる、殺してやる、お前ら全員。おい、なんか言ってるぞ。よくあることだろ。許さない、許さない。お前らみんな死ね、不幸になれ。火をつけろ。熱い。いや、やだ、こんなの。無理、こんなの死んじゃう。熱い、熱い。お願い消して。やだ、死にたくない。全身の皮膚が剥がれていくような激痛。それでも炎は勢いを増すばかりで。ああ、呪ってやる、お前らみ。
やがて私は声を出すこともできなくなった。皮膚の焦げる匂いが鼻につく。だんだん体の感覚もなくなってきて、怖いよ。私の人生って何だったんだろう。そうか、こうやって恨みを持って死んじゃったから悪魔になったのかな。悲しい過去すぎる、ライムちゃん。って考えたら今完全になんか生き生きしてるよね。ちなみにマジカルステッキを装備して、ここは開かないんだよね。開くわ、開くわ。何これ、すげえ、ダイヤモンド、コイン。他になんかないの？ない。何これ、ラッキーボックスだっただけ。いいじゃん。さて、物語をやり直す、シナリオの選択。じゃあ別のシナリオに行きましょうか。三つ目ですね。やっほー、準備はいいかな、クレアちゃん。で、何度も言うけどさ、今からあんたは戻りたい時間軸より後にあった出来事のことを、記憶をすべて失うよ。特に最後、誰に殺されたかとか。でもでも、私たち悪魔のことは都合のいい部分だけ覚えていてもいいよ。もちろん都合が悪い部分は忘れてもらうけどね。それじゃ、クレアちゃん、いってらっしゃい。さあ始まるか。ついに。あっつい勢いでセーブしちゃったけど、あ、まあいっか。さあついに3つ目、ここからここへ、そしてついにここに来ましたね。知られざる過去、魔女ドロシーの秘密。このシリウスさんが唯一このなんか魔女の心について知らなかった人物ですけど、チュートリアルはいいや。どうなるのかな。今回魔法のステッキもらったからいける部分がちょっと増えますね。おはようございます、ドロシー様。これ下町で売ってたかぼちゃパイです。結構並んで買ったのできっと美味しいと思いますよ。あと12年ぶりに奴が帰ってきました。僕たちのことはすっかり忘れていたようでしたが、昔と変わらずバカみたいに元気でしたよ。クレアちゃんのことか。あいつ一体今までどこで何をしていたんでしょうね。まあ僕は正直言って奴のこと苦手でしたが、ここにあなたがいればきっと喜んだでしょうね。さて、信者だな、わざわざ並んでかぼちゃパイ買ってくるなんて。それではドロシー様、行ってきますね。尊い、なんだこの笑顔。急に
急になんかときめくんだけど。ドロシー様にだけは素直なシリウス。寝ればええやん。さて、ここからのやりとりは前回、以前見たものと同じだけどさ、スキップする？しましょう。そういうところはちょっと短縮していきましょうね、一緒のところは。シリウス編どうなるのかな。あ、お風呂の時間ね。私は6時30分からか。ああ、これね。こういう作業もなんかよっぽどストーリーとハマってなければ、ちょっと飛ばしていきますね。なんか変なのいる。え、吸い込まれた。新しい。海の中っぽい、クズ真珠。人手っぽいもの。ここは海の底の、底の底の底。そうですか。早い。早いよ。よし。オッケー。これは話しかけらんない。クズ真珠。なんか人形っぽい人がいる。待ってくれ、あちゃん。そいつ、やばいわ。え？やばいって、やばいわ。わあ！どうやら、ご機嫌斜めみたいね。一旦離れましょう。ご機嫌斜めとかあんの？助かりました、ジゼルさん。でも、どうして彼女がやばいって。そうね。クレアちゃんには一応教えておこうかしら。実は悪魔には2種類いるの。生まれつき悪魔の純系と、元は人間だったヘイターよ。へぇ。純系、ヘイター、元は人間？悪魔の中には元は人間だった子もいるの。元はか。ジゼルさんも元は人間だったんですか？そうね。どっちだと思う？あ、ジゼルは純系かな。あら、意外ね。正解よ。当てられるとは思ってなかったわ。私は純系、根っからの悪魔よ。根っからの悪魔って言われて嬉しくはないよね、別に。でね、ここからが本題なんだけど、人に強い憎悪を持って死んだ人間はヘイターになりやすいの。強い憎悪。そしてその憎悪が強ければ強いほど、その見た目は人の形に近くなるわ。つまり、さっきの悪魔はヘイターで、かなり人を恨んでるってことですか？そうよ。クレアちゃんにしては冴えてるじゃない。それぐらいわかるやろ。あと、彼女を危険だと感じたのにはもう一つ理由があるわ。あの子、かなりボロボロだったの、覚えてる？痛々しかったですね。ヘイターはね、感情が高ぶると死ぬ直前の姿になるの。え？だからさっきの彼女はかなり危なかったの。クレアちゃんくらいなら多分軽くひねり殺せるわ。ひー、助けてくださってありがとうございます。
別にここで死んだら面白くないし。じゃあ彼女にはしばらく近づかない方がいいってことですね。お、ラッキー、あと1個だ。いた。腹減っただ、魚が食いたいだ。なるほど、そしたらじゃあここで釣ればいいのか。釣りましょう。ダメだ。もういい。もういいです。ここは海の底の海の底の海のさ、まあいいや。マジカルステッキで、よし。人魚の鱗。何に使うんだ？プレゼントか？薪がある。これは燃やせばいいのかな？ちょっといろんなアイテムを駆使して。ヒュー、燃えた。焼き魚いっぱい食べるって。よし、これで3つクリアできたね。オッケーオッケー。案外あっという間だったね。じゃあ一旦出ましょうか。いやー、面白い面が増えてるなー。どうしようかな。一旦なんか各部屋に行ってみたりする？話す内容はあんまりないかな。あ、イベント起こるわ。おはようございます。どうもどうも、暇だから遊びに来ちゃいました。はあ、それでなんでよりにもよって僕の部屋に来るんだい？ですね、シリウスさんイガイガしてるから早く打ち解けたいなぁと思いまして。イガイガだ？なんで一緒にいて不愉快な奴らにニコニコしなきゃいけないんだい？不愉快。そんな寂しいこと言わずにみんなと仲良くしたらいいじゃないですか。その方がきっと楽しいですよ。仲良く？そういうのが不愉快って言ってるんだ。押し付けがましいんだよ。むむむむ。わかりました。それなら私、一緒にいて愉快な人間になりますよ。前向き。は？任せてください。私そういうの得意なんですよね。ちょっと、なんでそうなるんだい？愉快な人間、愉快な人間。シリウスさん。何？面白い顔。は？へへへ、面白い顔。何のつもりなのそれ。愉快ですか？愉快ですよね。これ私のとっておきなんですよ。ほらほら、私の顔を見て直視して目をそらさないでください。私だってここまで来たらもう引くに引けないんですよ。ほーら。何やってんの君さ。何のつもりなのかな。そんなくだらない偽物見せてさ、全く面白くないんだけど。ふざけてるの？まあ、完全にふざけてるよね。はい、ふざけてました。すいません。なんでそんなことするの？僕を怒らせたいの？いや、笑ってくれるかなって自信あったんですけどね。はあ？意味がわからないよ。気持ち悪。とことんやな。出てけ、もう来るな。うう。
かわいそう。まあそしたら他の人の部屋にも一旦行ってみますか。こいつは寝てるのかな。お、クックじゃん。朝食は作っていただいたので、お昼は私が作りましょうかね。ということで、冷蔵庫に確かひき肉があったからハンバーグにしましょう。出た、クッキングタイム。ミニゲームあるかな。あるわ。よし、また S ランク目指すよ。キラキラが出る瞬間に寄せれば一番最高。まだまだまだ、あい。どうかな、 S ランクいくかな。 S か A のどっちかだと思うんだよね。完璧、才能が怖いくらい。これは来たんじゃない。 S 店出せるレベルですよ。これとても美味しいです。ほんとだ、うまいなこれ。まあ悪くないんじゃないの。これでなんかさ、好感度とか上がればいいのにね。このシリウスも評価 S 来たね。さすがです私。頑張りましょう。この調子で褒められるためだけに生きてますから。っていうかさ、あーノエルくんね、夕方まで寝てる。この辺の会話も変わんないかな多分。入り口の扉って今どうなんでしょう。これもありましたね。じゃあちょっとなんかちょっと飛ばしつつ、霧のいいところで今パートは終わりになっちゃうかな。はい、美味しそうですね。ハンバーグいいな。明日の夜ご飯をハンバーグにしようかな。お、これだけちょっと見たいな。なんかでも見た覚えあるぞ。ベースはこんなものだろう。さて次は誰だい。どうもアーシェです。一番怖いやつ。あは、失礼しますね。あはって、やれやれ君か。まったく面倒なのが来たもんだ。面倒だなんてそんな。でさ、何の用なんだい。くだらないことだったら許さないから。ですね。あ、もしよろしければ奥の部屋の資料を見せていただきたいなーなんて。は？なんで。ま、普通に嫌だけど。ですよねー。あともう一つ聞きたいことがありまして。まだ続くのかい。で、何？ここって魔女ドロシーの屋敷なんですよね。一部では有名な話ですよ。ここが怖い魔女の屋敷だって。でも、主はあなたなんですよね。これってどういうことなんですか？はあ、何を聞かれるかと思えばそんなことかい。聞いて損したよ。しかしね、どうしてそんなことを知りたがるんだい。真相がどうであれ君には関係ないし、それを知ったところで何の得もないのにさ。私はね、ただただ知りたいから聞いてるんです。研究家としてね。そこに損得は関係ありませんよ。あっそ、君の考えがどうであれそれはどうでもいいよ。それより君はドロシー様のことを怖い魔女だと言ったね。君みたいな奴にどんなことを聞かれても何かを話すつもりなんてないから。
はあ、そうですか。わかりました。私の話はそれだけです。失礼しました。アーシェ嫌われ役やな。何だったんだ、あいつは。まあ、後々殺されますけどね、あなたも。嘘だろ嘘だろ。はい、じゃあ今回はここまでにいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回に続きます。シリウス編、シリウス編じゃないわ、シリウス編、楽しみですね。